申し訳ありません。たった今在庫もすべて売り切れまして。結局なんで今日に限ってどこに行っても売り切れなわけよ。ああ、昨日情報番組で美容にいいって特集してたんですよ。かくゆう私も。なんですか。ちょっとい。は、そのそのかっちゃうだー。やったあの、いつまでついてくるんですか。そんなの、あんたがサバ缶を渡すまでに決まってるわけよ。もちろんタダでとは言わない。定価の10倍で買い取って。ん、カードしかなかった。じゃあこの衝撃注意なキュートなドールと交換はどう。いや、なんか気味悪いし。ならムカつく輩に向けて撃てば超爽快。デンジャラスクラッカーは？パーティーグッズですか？うち壁薄いんで。何と控えならくれるってのよ！もらうの前提ですか。そんなにサバ缶好きなんですか？好きなんてもんじゃないわけよ。長時間摂取しないと動悸が激しくなるし、手足が震えて幻覚も。それが本当なら食べない方がいいんじゃ。つーか、こっちとら毎日愛食してサバ缶業界に貢献してきたってのに、ちょっとテレビで特集されたくらいでワイタミンハートモに買い占められてちゃ納得いかないっつーの。だからちょうだい。理不尽。ああ、わかりました。これ以上まとわりつかれたくないんで、2缶のうち1缶は差し上げます。本当？いや、あんたお人よしっぽくてちょろそうだったから、ガンガン押せばいけるだろうと思ってたんだけど、見事